はい、どうもこんばんは、桃太郎でございます。早いものでもうすぐもう3月も終わって4月が近づいてきてますよね。4月はですね、新しいこと、始まりの季節なんで、私はとてもとても好きなんでございます。一方3月といえば年度末なので、その年の総ざらいみたいなところもありますが、私ふと思ったんですけどね、約10ヶ月前に Nボックス が納車されてから、私は Nボックス に一体いくらお金を使ったのだろうかということがちょっと気になりまして、計算してみたんですけど、なんと約4万円も使っておりました。メカニックなところや電装系をいじってるわけではないんで、ものすごい金額にはならないんですが、ケチケチ桃太郎なんで私は、塵も積もればなんとやらで、想定以上の金額になっておりました。そこで今回はですね、それら10ヶ月間の間に10ヶ月の間にか購入したものを一気にご紹介させていただきたいと思います。納車時に装着していたですね、カーナビとかドラレコとかフロアマット、それからガソリン代と燃料費ですね、ガソリン代とかオイル交換のメンテナンス費なんかは別にして含まれておりませんので、それではよろしければお付き合いください。はい、それではどんどんいきます。ダイソーのカーボン調シートで N のステッカー作りました。108円。そしてこれはステッカーですね、エレコムと A1 のラベルフィルムで作りました。それからドアハンドルプロテクター最近買いまして、これも A1 の透明カバーフィルムでステッカーを作りました。こちらもダイソーのカーボン調シートで作っておりますよ。はい、こちらは A1 の UV カットの透明フィルムで作りましたステッカーですね。この辺は1回買っておけば何個も作れるので、こちらも同じですね。はい、あと外装としてはこちらですね、タローワークさんの 3DDR カーボンシート、白と黒で、白は最近作った動画がございます。それから盗難防止セキュリティロックボルトですね、これ下の部分、これ作りましたじゃない、買いました。はい、それから今度は内装です。はい、カーボンモールで、これもちょっと自作ですけど、ホンダのシールと一緒に作りました。これ結構気に入っております。それからこれはもう必需品というか皆さん買います、インテリアラバーマットですね。私ら19個入ってるやつです。はい、それからパドルシフトカバーエクステンション、パドルシフトが必需品の私にとってはもうこれ便利です。これがないと苦しいです。はい、それから静電圧スプレート、今年の冬よく分かりませんでしたが、多分効果はあったと思っております。来年もちょっと試してみたい。はい、それから、バンマスのスマホホルダーですね、これちょっと磁石強いんで抜けちゃうことがあります。それからヒールプレート、きっちゃないちょっときっちゃないですけど、綺麗にしときゃかっこいいです。それから USB フラッシュメモリーですね、これは蓋ができるぐらいちっちゃいんで、はい、こんなちっちゃいんで、これ結構ねスキッとするんで気に入ってます。それから導電性のアルミテープも貼りました。で、100均のギザギザハサミでちょっと周囲を切って、効果のほどはまだ未だによく分かっていません。継続中です。それから後ほどできる出てくるシートヒーターのために、ソケット3つのやつを買いました、オートバックスで。これも椅子の下に入れてれば全然目立たないので。それからこちらがシートヒーターでございます。これはもう最高です。来年もまた使いたいと思います。もう外しちゃいましたけどね。それからこのメルテックのフロントサンシェード、これも最高でございます。何しろこじんまりと収まるのがいい。それからダイソーのマイクロファイバータオル、これは室内拭くのに買ってます。傷つきにくいんで。はい、それからこれも重宝してます、ボンフォームのラゲージトレー、後ろにももちろん置けるんですが、ここ普段私ここに荷物を置くので、これかなり重宝してますね。色合いも茶色で合ってるんですよね、全体のコーディネートが。はい、それから今度は後ろ側ですね、
これも動画にしてますけれども、三角表示停止表示板ですね。ここに何入れるのか知りませんでしたっていう話でした。はい、どんどんいきます、次はですね、ここダイソーのマグネットボタンですね。これで作った何ですか、ネジを隠すところ、これなんかもう純正っぽいですよ。はい、それからアルミペダルカバーですね。メルカリで450円、超破格で、ね、これにちょっとシールをつけて、まあ一応かっこいいんじゃないかと思ってやってます。それから次、はい、これ動画撮影用に買いましたマウントですね、アクションカムの。それからどこ行く、カーメイトのリアビューミラー、これはモニターで無償でいただきました。これはかなり重宝してますね、おすすめです。それから、ジョイシップの黒川巻きのシフトカバーでございます。これもかなり気に入ってます、高級感バッチリ、ヤフオクで随時販売されていますので覗いてみてください。洗車用品でいうとアルミのキャタプ洗車台でございます。まあ、これが値段的にもお手頃で、結構重宝しておりますね。それからハンディーブロワー、これ最近買いました。まだ、2回ぐらいしか使ってないんですけどね。これもう楽ちんです、これがあれば。あとはもうシリコン洗車ですから、シリコンオイルとショップタオル、まあ、ここは必需品でございます。それから、ジョンフォの激泡ガラスクリーナーも使っております。で、左のやつは、まあ、パースクリーナーはいろんなとこで使ってますね。あとプロスタッフのムササビクロスも使ってます。NBOX 全体を拭くのにはちょうどいいんですけど、まあ、完全には拭き取れないので、もう一回最終拭き取りが必要です。この拭き上げクロスもそれのためにも買いましたし、まあ、安いのでいろんなところを拭けていいですね。それから洗車用に新しくしましたのがこのハンディシャワーですね。これもなかなかいいですよ。はい、それから、ホイールの穴を掃除するためにこんなもん買っています、ね、まあまあですね、使い心地は。ということでちょっと一気に行きましたけれども、約4万円分の NBOX で買ったものをご紹介させていただきました。まあその当時というか私が買った、金額なんで、まあ、今とは変わってて安くなっているものもあれば高くなっているものもあるとは思います。本日の動画は駆け足でございましたけども、以上でございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧くださいませ。またまだでしたらよろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。